満州山ぶどうは、ブドウ科ブドウ属の植物。別名は、アムールブドウ、朝鮮山ぶどう。落葉性気もずる植物。若い枝に吐くも毛があり、巻きげがある。楕円形の大きな葉には3から5箇所の切れ込みと、塚元にくぼみ、表面は滑らかだが、裏面には、毛が生えている。夏に開花し、雌有一種、塩水果女。果実は黒色である。 また他の多くのブドウ品種とは異なり、年間降雨量が700ミリメートル以上の湿潤気候と軽度の酸性土壌を好む。またいくつかの病気やブドウネアブラムシに対しての耐性を持つ。ロシアのアムール州、沿海州、北京当局の国流交渉、安貴省、両寧省、石膏省、吉林省、山西省、山東省、河北省等に自生し、 標高200メートルから1200メートルの地域の山の斜面や渓谷の林ややぶに多く見られる。かつて言われていた北海道での地勢は5人だとわかり、山ぶどうの一系統化竹島山ぶどうオビティスコイネ、バリエーション、黒ブリシェンズだと考えられている。満州山ぶどうには4つの品種がある。満州山ぶどうは栽培品種として広く利用されており、一般的には、 サンクトペテルブルクを限界とするヨーロッパロシア北部まで栽培されている。旧ソ連の研究機関において、体幹性や病気への耐性付与のため、他の多くのブドウ品種との交雑品種が生み出され、ワインや生食用として生産されており、葉も食用として利用されるほか、黄色の染料用途でも使用される。西洋でも栽培されている交雑種としては、ザーリャセベラ、 セベルヌイ、ロンド等がある。初の商業栽培は満州国通貨省においてワインの醸造用に行われた。ありがとうございます。